崖山の戦いは、1279年3月19日に、中国大陸の甲州湾で、元の軍勢が南宋の海軍を破った戦いである。この戦いで南宋は、敗北、最後の皇帝、趙は、最初、陸秀夫ととも受水し、明日ともに南宋は滅亡した。南宋が防衛拠点の常用をめぐる常用、繁盛の戦いに敗れると、 クビライ率いる元は1276年に南宋の首都の輪岸を落とし、南宋皇帝の協定は降伏した。これで南宋は滅亡した。しかし陸秀夫、文天将、張与傑、陳義中など一部の南宋の維新たちは輪岸陥落と同時期に南宋の子を皇帝に包帯し、元に対する抵抗運動を続けた。元軍はそれを破っていく一方で、 先州の実力者で、海上交易で富を蓄えた、川のこと武器カの絵を取り込むなど、河南地域を支配下に置いていった。佐上将の陳義中は、自分は状況を知るために先駆するが、丹州を連れて、戦場に行くことを提案した。その後、丹州と弟の正教ミ門は何回も呼び戻したが、陳義中は戻ってこなかった。次第に、 江南から関東へと追い詰められた南宋軍は、戦団で海上を漂流しながら、抵抗を続け、現在の香港周辺にある、崖山という当時何もなかった島に、砦と暗宮を構築し、徹底抗戦の構えを見せた。一方、元軍は、カバノコトブキカの絵か,から、船舶や熟練の水夫の提供を受けており、不慣れな海上でも、旧南宋艦隊を追跡し、 戦いを有利に進めていった。元側の記録によると、南宋艦隊は戦績の大型船を、がっちりとつなぎ合わせ、防火のため船体外装に泥を塗り、敵が近づけないよう長い木材を縛り付けて、防御網とし、油を注いで火攻めを図る元軍を破ったという。しかし1279年2月半ば、長い消耗船に疲れ切った南宋軍は敗走した。 やがて絶望した家臣や幹部たちが、次々と受水していく中、陸秀夫は、陽帝、朝に、大学の講義を船内でしていた。しかし2月6日の昼過ぎ頃には、敗北を悟り、皇帝を抱いて受水した。これをきっかけに戦闘は終結し、元軍の勝利が確定した。崖山から脱出した、朝予決は、再起を図るため、ベトナムへ向かう途中、嵐にあって、 船が転覆し、溺死した。陸上で抵抗運動をしていた文天将は、この戦い以前の1278年に元に捕獲され、大都に護送された。元朝では、優れた文人である彼を盗用するために説得を繰り返したが、彼は堅くなに拒否し続け、獄中で正規の歌を読みつつ1283年に軽死した。 元軍に協力したカバノコトブキカノエは、この戦いの後に養殖に抜擢されると、選手を国際防衛機構として発展させ、公安の役では大戦団の造船にも力を発揮した。ありがとうございます。